皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のモグラトンネルについてですね。今回あやお姉さんが歌ってくれていたんですが、このタイミングでマクトお兄さんが登場すると予想したも人も多かったんじゃないでしょうか。マクトお兄さんといえばモグラトンネルのミュージッククリップで筋肉がムキムキなのがとても人気になっていましたよね。ここで登場させればとても良かったのになぁと私個人は思ってしまいました。皆さんもここで登場するって思った方もいらっしゃるのかなと思います。そういった方はコメント残してくれると嬉しいです。はい、今日はお母さんと一緒のモグラトンネルについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。